リンブルフ・リンブルフは、オランダ南部からベルギー東部にかけての地域である。リンブルフとも発音される場合がある。また、ドイツ語の発音、L、メートルビーケ k ーや、その点下から、リンブルク、リーインブルク、リンブルグとも表記される。歴史的地域としてのリンブルフは現ドイツ領のドイツ語圏にもまたがっており、また19世紀には、オランダ王国の一部でありながら、 ドイツ連邦にも一公国として加盟しており、ドイツ語名で呼ぶのも誤りではない。現在のリンブルフは行政上二つの地域からなる。リンブルフは現在はベルギーのリエージュ州のランブールという小さな町にその名が由来する。中世にはこの町の名前を冠したランブール公爵の所領がリエージュ州北部のエルブ地域からベルギー・オランダの領をリンブルフ州。 さらに現在のドイツのノルトベストファー練習の一部にまたがって存在した。ランブール港は神聖ローマ帝国の諸港であり、その諸領はリンブルク公国、またはリンブルフ公国の名で呼ばれる。リンブルク公国はブルゴーニュ領ネーデルラント、後にハプスブルク領ネーデルラントの一部となった。ネーデルラント連合王国から1830年に、 ベルギーが独立した際、リンブルフは当初全域がベルギーの統治下に置かれたが、1839年に現在のようにに分割された。イン・ティ・ブロンスグロンアイケンハウトはベルギーとオランダのリンブルフ地域の愛称下である。リンブルフはオランダとベルギーのフランデレン地域に属するので、リンブルフの公用語はオランダ語である。しかし、ドイツ語の方言である。 リンブルフ語がこの地域全体で話されている。リンブルフ語の地位はヨーロッパ法のおかげで高められたが、ベルギー当局は指示に慎重である。一方オランダではリンブルフ語がヨーロッパ地方言語、少数言語憲章の第二章により適度の保護を受けている。ドイツの文献ではベルク語、またはリンブルフ、ベルク語と呼ばれることがある。 ドイツのクレーベ周辺の方言と非常に似ている。ありがとうございます。